スノーマン阿部亮平、ファインボーイズ、撮影前の目黒ハスとのやりとり明かす、すごい和やかになった。スノーマンの阿部亮平と宮舘涼太が、21日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組スノーマンの元のまんま、文化放送、毎週木曜21時から21時30分に出演。阿部が雑誌ファインボーイズ、日の出出版の表紙を務めた際の、目黒ハスとのやりとりを明かした。阿部はファインボーイズに出るっていうことを、今からファインボーイズ行ってきますっていう形で、メメに当日送ったんですよと目黒に報告していたことを告白。目黒からはファインボーイズの皆さんにぜひ阿部ちゃんのことをよろしくお願いしますって阿部ちゃんから伝えといて、と返事が返ってきたという。宮舘はそれって、コミュニケーションをやんわりさせるっていうか、緊張を解いてくれる、目黒なりのメッセージだなぁと反応。阿部も、間違いない。すごい和やかになった。その気持ちで、とうなずいた。